1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。インから1号艇島、あとは6コースから6号艇小川も比較的いいスタート。出ていくのは4号艇の佐々木、佐々木の角まくり、あとはまくり出し狙って6号艇の小川、うちは2号艇の斉藤です。バックへ入ってまくった4号艇佐々木に対して刺した2号艇の斉藤、斉藤と佐々木並んだ状況。あとは6号艇の小川が3番手、その後ろ4番手で5号艇の樋口。スタートは前提正常でした。トップ争いは2号艇の斉藤コーナー先手、外を回して4号艇の佐々木、あとは内から5号艇樋口と6号艇の小川。ホームに折り返して単独トップは2号艇の斉藤、2番手は4号艇の佐々木、6号艇の小川3番手、上位2、4、6、一定審査の4番手5号艇の樋口、2周1幕です。2号艇の斉藤トップ、2番手4号艇佐々木の内を狙う6号艇ですが、3番手6号艇5号艇少しもつれ合って、今度は5号艇の樋口が3番手浮上か、外は6号艇の小川、あとは1号艇の島が5番手、最後方3号艇の藤原、上位は2、4、5か2、4、6か2周2幕です。2号艇の斉藤が先頭、おっと後方5号艇にアクシデントが発生です。上位の体勢、目下のところ2、4、6、内を通って1号艇、これから最終周回です。お知らせいたします。5号艇の樋口善彦選手は失格です。